ここ極東地域一帯の荒神の撃退と素材の回収。おめでとう、君がこの支部初の新型ゴッドイーター。よーし、ED、俺は天宮凛吾、お前の上官だ。とっとと背中預けられるぐらいに育ってくれ。もしかして新しい人？立花さくらよ、よろしくね。今厳しい規律を叩き込んでるんだから、あっち行ってなさい、さくら君。了解です、上官殿。早速お前には実戦に出てもらうが、作戦は俺が同行する。リンダさん、お時間です。よし、行こう。ここは随分荒れちまったな。おい、新入り、実地演習を始めるぞ。命令は3つだ。死ぬな、死にそうになったら逃げろ。そんで隠れろ。運が良ければ不意をついてぶっ殺せ。じゃあどっちか。まあとにかく生き延びろ。それさえ守ればあとは万事とお身でもなる。さーて、おっ、始めるか。君が噂の新人みたい。僕はエリック、エリック・ビア・ホーゲルバイト。君もせいぜい僕を見習って、人類のためにこれに戦ってくれたまえよ。エリック、上だ。ようこそ、クソッペルの宿命。俺はそうも、別に覚えなくてもいい。言っとくが、ここではこんなことは日常茶飯事だ。お前はどんな覚悟でここに来た？なんてな。とにかく、死にたくなければ俺にはなるべく関わらないことだ。このメンツでは初の4人任務だが、まあいつも通りやれってことで、以上。あれ、リンドウさんは？俺はこの後、ちょいとお忍びのデートに誘われてるんだな。命令はいつも通り、死ぬな、必ず生きて戻れだ。なんとか早めに切り上げられた。こっちはどうだった？俺たち4人の華麗な連携プレーを見せなかったよ。業務連絡。本日、第7部隊がウロボロスの攻撃に成功。技術分には第5開発室。ウロボロスって何？強いの？そうね、私たち4人じゃまだ無理じゃないかな。マジで？このメンツでも？生き延びればいつか倒せるさ。今はとにかく死なないことだけ考えろ。そのセリフ聞き飽きたぞ。ほっとくと死にに行っちまうような奴には何度でも言ってやるぞ。紹介するぞ。今日からお前たちの仲間になる新型の適合者、アリサ・イリーニチナ・アミエーラだ。俺、コータ。女の子ならいつでも大歓迎だよ。よく、そんな浮ついた考えでここまで生きながらえてきましたね。お、新型の二人か。足を引っ張らないようにしなきゃな。旧型は旧型なりの仕事をしていただければいいと思います。うん、ま、せいぜい期待に添えるように頑張ってみるさ。
ずいぶんと嫌われたもんだな。すみません、大丈夫です。アリサ、混乱しまった時は空を見るんだ。動物に似た雲を見つけるんだ。それまでここを動くな。なんでそんなこと。いいから探せ。飛び抜くぞ。あいつのことなんだが、どうもいろいろ分けありらしい。まあこんなご時世だ、みんないろいろあるっちゃあるんだが、同じ新型のヨシミだ。まあ、あの子の力になってやれ。どうして同一企画に2つのチームで。考えるのは後だ。仕事を終わらせて帰るぞ。みんな外を警戒してくれ。アリサは俺と一緒に中を確認だ。